Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、オンサンブル・フランセ・プレゼンツ、アラ・キャフェットにようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。メインパーソナリティのやすこです。いつもお世話になっております。今日はアラ・キャフェットということで、お菓子について先週もお話をさせていただきましたけれども、前回に続き、アンサンブルメイトでいらっしゃいます。あ、トワズフランスお菓子教室を主催されていらっしゃいます。平島小夜子さんをお呼びいたしました。こんにちは、小夜子さん。こんにちは、平島小夜子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先週もちょっと自己紹介をしていただきましたけれども、今週もちょっとだけ自己紹介をしていただけますか？はい、自宅でフランス菓子教室を主催しております。とてもごくごく少人数制の、本格的なフランス菓子教室です。いいですね。今度アンサンブル取材に行きたいですねぜひ機会がありましたら夢が膨らみますね。こう生徒さんでフランスのお菓子をされていらっしゃるなんてかっこいいですね。憧れてしまいますけれども、はい。先週はその、あ、トワズ、お三時という名前のね、フランス語お菓子教室のお話をちょっとさせていただきましたけれども、本日はですね、まあ、フランス語をされたきっかけなど、フランス語についてお伺いしたいと思います。はい、私のフランス語の学習歴は、だいたい3年ほどなんですけれども、どうしてフランス語を勉強しようと思ったかと言いますと、フランス菓子教室を主催していて、日々、フランスのお菓子を教えているんですが、その教えている中で、なんて言いますか、せっかくフランス菓子を教えているのに、自分は実際にフランスの何を知っているんだろうか、ってこう、葛藤のようなものを感じ始めたんですね。それで、まずは実際にフランスに行って、短期間なり生活してみたいと思ったのがきっかけで、そのためにはやっぱり言葉を学ぶことからが必要かなと思ったので、フランス語を勉強しようと思いました。なるほど。じゃあお菓子ありきでフランス語を勉強されたんですね。そうですね、はい。じゃあ例えば最初フランスのお菓子ってあるじゃないですか。あれはこう、はい、これはどういう意味だっていうのをご存じなく、これはこういうの、このお菓子はこの名前みたいな、こういう名詞として覚えてた感じなんですかね。そうですね。全く自分が昔、その聖火の学校で教わったことをそのままこう伝えているっていうふうに感じまして、全くこう、なんかこう、口先だけっていうふうにこう、感じてしまったんですね。パリブレストとか。そうですね。パリブレストの由来はってこういろいろこう歴史からこう説明するんですけども、でもそれって別に本にも書いてあるんじゃないっていうふうに自分でもこう思いまして、はい。フランス人はそれ、うん、はい。パリブレストってやっぱり本当パリとブレスト、どういうことなんですかね。では確かちょっと詳しい年号を忘れてしまったんですけども、自転車の競技あるじゃないですか、ツールドフランス。それで確かパリとブレスト間をなんかこう開通した記念で、その街道沿いのお菓子屋さんがその記念のお菓子を作ろうということで作られたものです。はい。元々あれツールドフランスのお菓子だったんですねということらしいです。なるほどなるほど、面白いですね。ちなみにタルトタタンって本当に逆なんですかねそうですね。もう今では割と知ってる方も多いかと思うんですけど、なんかこう失敗から完成したお菓子と言われてますね。もともとは生地をそこに敷いて、リンゴ、煮たリンゴを詰めて、焼いて完成というはずだったのが、こう間違えて、先にリンゴだけ詰めて、後から生地をかぶせたっていう失敗だったらしいですね。でも美味しかったので、今に。至ってるそうですよ。美味しいからいいっていうのいいですよね、はい、そうですね。他になんか面白いこうお菓子エピソードってあるんですか。そこですかね。ち
なみにホリジューズはなんでホリジューズなんですかね。まあ元々なんか宗教とかそういう意味じゃないですか、はい、ホリジューズ。そうですね、うん、あの日本ではあまりこうお店で見かけることって少ないと思うんですけれども、うん、あのまあシュークリームの二段重ねのような形ですよね、うん、あの、うん、上に乗ってるシュークリームはちょっとちっちゃくって、まあ、なんか雪だるまのような形なんと思うんですけれどもどうもあれかその修道場の姿を形をあの姿をイメージしてあの作られたお菓子ですね、はい、それを実際見てみようと思ってフランス留学されたんですか。まあ、あのルリシューズを見てパッとかといってそうでもないんですけども、実際にこのお菓子はルリシューズといって修道場の姿をイメージして作ったんですよって説明しても、でも修道場ってなんだろうっていう自分でも疑問に思っていましたし、はい、それであのフランスに留学されたのがきっかけなんですね。そうですね、まあ、留学に至るまではいろいろ、まあ、他にもありましたけれども、まあ、タイミングも良かったということもありますかね。なるほど、はい、フランスはどちらにいらっしゃってたんですか。去年の夏ですね、ちょうど真夏に7月8月がパリで、9月の半ばから、下旬まで、バスク地方のちっちゃな町に滞在していました。そうですね、バスク私行ったことないですけど、とっても綺麗な街って言いますよね、はい、とっても素敵でしたね、はい、おすすめしたいですね。いいですねじゃあ留学生活はどうでしたか。そうですね、あのとてもあの行く前は、うん、私は3ヶ月近くフランスにいて、帰ってきたらもう喋れるわってちょっと意気込んで行ったんですけれども、もう初めの2ヶ月のパリでその夢は打ち砕かれたと言いますか、全くこう通じないし、ちょっと孤独を感じまして、そうですね、パリの人って怖いんだなとかあまりこう楽しい思い出よりもそうじゃない思い出の方が残ってますね。ただその後のバスク地方の街ではとても自然も素敵でしたし、何よりも人がとても温かくて、お世話になった人たちもとっても親切で救われましたね。とてもいい思い出です。まあ、パリは、ね、人が多いので、やっぱこうちょっと運が言い悪いがありますねすごく素敵な方も多いと思うんですけど、やっぱりちょっとんって思うかときもあるので、まあ、そのマスクで、まあ、地方は結構、まあ、綺麗ですし、いいですよね。そうですね、やっぱりゆったりしてるというか、時間の流れ方が違うんだなって感じましたね。やっぱりなんかフランス人もパリはパリであってフランスではないみたいな表現も。そうですね、私もそう思いましたね、はい、やはりこちらに来てこうフランスお菓子に対してなんかちょっと愛着とか変わりましたか。あ、見方ということですか。何ですかね、こうお菓子、まあそうですね、フランスの人たちにとってお菓子って本当に日常的なものの一つなんだなって感じましたね。特にパリはお菓子屋さんがたくさんあって、日本でもよく知られてる、有名なちょっとセレブなお菓子屋さんは別として、本当に庶民的なもう20年ぐらい同じ品揃えだよねっていうようなお菓子屋さんもたくさんあって、気軽に入っていけるようなお菓子屋さんがたくさんあるんだなって思いましたね。それだけきっと浸透しているんだなって思いましたね。確かになんか日本のイメージなんですけど、お菓子ってこう女性とか子供とか、そ う、 そういう、ね、イメージありますけど、こっちのすっごい大きい人がこう普通にリンゴパイとか食べてますもんね。そうですね、もうラッピングも本当にシンプルですし、仰々しくなくって、もう買ってその場でもう表に出たら食べてしまうような、うん、そういう、うん、ことも見かけましたし、まあ、大人もおじいちゃんも男性の方ももちろん常にお店に見かけましたね、うんうんうん、はい、そういった形で日本でもぜひ男性の生徒さんいらっしゃいました。過去に、はい、何名かいらっしゃいましたね。やっぱり興味がある方ってそうですね、まあ、今でいうところのそういう方たちですかね、うんうんうん、なるほど。じゃあ
ランス語を話されるきっかけってのはやっぱりお菓子、お菓子に始まりお菓子に続きって感じですかね。そうですね、はい、そうだと思います。なるほど。じゃあやっぱりお菓子を知るためにやっぱり語学を知ってフランスを知ってという形でフランスにどんどんハマってきちゃったんですね。そうですね、はい。なるほど。では今日はここまでということで、じゃあ次回はですね、ぜひさよこさんと実践しているフランス語練習モチベーションの保ち方ですとか、そちらについてお話をさせていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時行っております。フランスで叶えるあなたの夢応援します。それではありがとう。オーバー。